しや。おはようございます。お疲れ様です。まあ、遊び道足の肩慣らしでございます。お疲れ様です。事務所ライブですけども、今日は J1、J2 みたいな感じで、うんうん、もう一応ね、最近できたら事務所なんですけども、うん、僕らのライジングアップ、うん、下のなんつうのピラミッド型に一応前にね、うん、ライブがあるわけ。三段階になってる、うん。それのね、こう一番トップのライブはまた別なんですけども。いいよいいよ。何で泣くやん。いいよ。いや、楽屋だからね。みんなの楽屋だから。ちょっと絶対気づかなかったんです。すいません。あんま強く言えない。すいません、本当。すいません。お名前は。あ、大城大魔神です。大城大魔神さんとかね。大城大魔神。大城大魔神。ウィルキューは何で最後の地下芸人って呼んでます。最後懐かしいのよ彼のネタって。地下のこうにいいかぐわしいよね。かぐわしいですよ。14年前ぐらいの地下ライブにめちゃくちゃいた芸風、ね、はい、TWL とかすごい。そうですね、感じの昔出てた。出てました。ああ、やっぱり日本も、はい、尊敬する人がヘイタクちゃんなんで。まあまあその辺の師匠みたいな感じなんで。そうなんだ、はい、すいません。いやー、そんなね芸人が出てる、こんな芸人さんもいるという、ね、事務所ライブでございます。でね、事務所の後輩芸人がね、結構最近解散が多いじゃない。多いね。多いですね。めちゃくちゃ多いじゃん。で、事務所柄俺ら一応なんか一番上みたいな感じ、あの形になっちゃってるから、ものすごいその報告が早いのよ来るのが、うんうん、解散しますみたいな。ちょっともう最近になると多いもんだから、この、うん、ちょっとお話がの時点でもう、あ、うわ、もっと手前で分かってですよね。分かる。もうちょっとの言い方が分かるね、うん、あ、もうこれこの数が聞こえた瞬間、うわ解散だってなるぐらい敏感になっちゃってて。なるかもね。それは敏感になるかもね、そのぐらいね、うん、で続いてて、嫌なんすよ、嫌なもんなんすよ。なぜならばやっぱこう応援しているから、はいはい、俺らの事務所っていうのもあれだけども、まあなんかその一応ね仲間意識芽生えるから、もちろん、うん、来てくれてるわけで頑張っていこうってこう、うん、腹くくった中での、うん、ちょっとお話が辛いよねあれっていうのになるから、うん、うわマジかというのを、ここ俺あのこの事務所に入って2年ぐらい、うん、何回も味わってきて、うん、いろんな方たちを失ってきた。そんなに味わってきた。僕はイノベーション。うん、いやいや味わってきたよ。こんな奴ら解散して嫌だなと思って。そしたらね、準東京って奴らが、うん、入ってきて、東京、それもまあちょっと省くんですけども説明は、うん、まあその下のライブを上がるわけではなくて、こう、もともと竹ってやつが、こう、事務所所属してたから、うん、なんか飛び級みたいな感じで入る。まあ、賛否両論あったんだけども、まあ、しょうがない。竹の顔に免じて、みたいな感じで、入ったんだけども、なんか、すぐ解散するっていう、うんうんうん。そうね。そうそう。それの報告もだいぶ早めにされて、その、正直もうシャレになんないぐらいムカついたっていう話があるんだけど。ムカついちゃった。そう、ムカついたの、うん、でも今日はその話したいわけじゃなくて、あ、違うの、あるコンビにすごい謝りたくて。え、何？そのね、竹くんからその解散するって話聞いてめちゃくちゃ腹立って、うん、た次の日、次の日が事務所ライブだったんだけども、はい、楽屋にいたらまたこう、ここら辺から、うん、あ解散だこれ。って聞いたら、嘘だろ解散だ。俺もな、昨日会ったばっかのにってパッて見たら、うん、チャンバーっていう、はいはいはい、チャンバー、はいはい、うん、こいつら結構最初から出てて、うん、事務所ライブに、うん、好きだったんですよ、うんうん、この年でちょっと体育会系の、ね、体育会系でぽっちゃりして可愛い二人なんだけども、なんか割といいネタチョイスというか、
あと演技も上手くて、コント師で、うん、あんまりこの事務所にいなかったから、うん、そんな、うん、まっすぐコントやってるやつ、うん、結構好きで、必ずネタ見たりして、うん、笑ってたんだけども、うん、って聞こえて横見たチャンバーがいて、うん、嘘だろみたいな、まだ言ってない、まだ言ってないでしょ。でも、俺もうその時点で、わかるじゃん、もう解散だって思う、うん、昨日のイライラが残ってる武井からの、そうで何回ももう解散解散もがっかりするとイライラが混ざって、もうスーの時点でうわ解散だと思って、大好きなのにスーでもう分かっちゃったから、あの解散ぐらいで、ダメだよ最悪やん、ね、もうなんか一言欲しいみたいな、いやそらそう、そらそうでしょ、でももう俺そっから一切喋れないめっちゃかわいい知らんもん、そんな前知らんけど前の竹井のやつとか続いちゃって、本人らいろいろ考えてんのかいさんだからね、めちゃくちゃがっかりしてあの愛情の裏返しだよね、すっごい好きだったのに、うわっめあ脳内ではもう、えマジでこれ脳内ね、脳内ね、やめないでくれよ、そうやって言ってほしかった、なんでそんな続くんだよっていうのもあるけど、そのがっかりも、うん、もう口にも出せないぐらいがっかりしてるから、もうあいや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 、それは謝った方がいいわマジでなんか欲しいみたいな、いやいや顔でいるから、いや怒ってやるみたいな感じになっちゃってるよ、ほらもうそれ以来会ってないちゃんめっちゃ気まずい、めっちゃ行こう、うわーってごめんね、めちゃくちゃがっかりして、これチャンバって入れよタイトルに、そしたら検索で見てくれるかもしれないから、ごめんチャンバやめてほしくなかったし、まだまだ続けてたら絶対いいことだったのに、だ不思議なのは俺なん別に報告されてないなんか話してるんじゃないですか、すごいたくさん報告受けるよねみたいな、あるあるみたいに言ってるけど、いやチャンバに関しては多分俺のそのだんまりがあったから、もう嫌になっちゃったんじゃない、もう俺そう思い出ないよあんまり言われたことで言ったらあんまり思い出ないよ、それは言われてんじゃないの、お前が覚えてないそういう人じゃん、あそうチャンバには少なく、あ、もうそれがあったからか。その後、チャンバも多分それがあったから。言ったら、多分そのまま帰ったんだと思う。そうね。ショックすぎて。また俺に言われてなんか変なリアクションされても、ね。いやーちょっとあの時はねタイミングも悪くて、そうか。はしゃれになんないぐらいもう腹立ってしまって、追い打ちでもうがっかりもあって。そっか。そうだね。自分のね精神面がちょっと、うん、メンタル面の感じでかわいそうやっちゃった、思い出最後があれになってしまった、いやいやよくないよそれが好きだったわけでしょ、じゃあ好きだったけど、もう好きだからこそがっかりしたのもあったから、はい、いや怖いよ解散って言って先輩にそれ言って、あそう、あいいって言われたらさ、ないでしょ、牧田さんにそれやられたら怖いでしょ、牧田スポーツさんに解散するんです、あもういいってなったら怖いもん、あれ怒ってはる、そうすいませんってな、チャンバここ言ってるから、あの別に悪気はなかったとかじゃなくて、あの悪気はなかった、その場のちょっと気持ちがちょっと整理がつかなくてちょっとそういう態度になっちゃったけど、そうはね、ちょ時間、ただあのなんか一言欲しいみたいのは本来はそっちが求めるべきではない、やめるんだからそのいやいやいや俺の一言はもう別に芸人続けるわけじゃないから糧にはならないわけだから、まあ、でもだってその負担はいやいや、なんか言うじゃん、なんかやっぱ言うじゃん、解散って言えたらなんか言うタイプよ、俺言うタイプとか、なんか言わなきゃってのあるじゃん、やっぱ、ね、そう言わなきゃだと思うよ、あそうとかで終わるもんじゃない、終わるもんじゃない、あそうか残念だなとか、残念だね、これからどうするのとか、そっかそっかとか、そうだよね、普通なら続くんだけど、そうやって会話、うん、でもよく考えてみたら、うん、そんな会話する必要もないわけだから言われたら極論言うとね、極論、あそうなんだじゃあね、でもいいわけなんだから、うん、それであの何か
ちお控えなすってみたいな。どうぞ。みたいな、その、のが。まあでも、喋ればよかったな。そうだね。あれあれっていう感じだった、うん、あれなんか本当に、うん、こんなになったよ。向こうも2人で予想だにしないリアクションだったね、うんうんうん。あれあれあれっていうね。優しい言葉くんのかなと思ったら、ってなったから。まあそういう事情だったから、ジャンバさん。そうだな、よかったら、もう一回再結成して、やり直さない最後の。で、解散の言うとこまでもう一回。解散の言うところ。言うとこをやり直したい。やり直したいから、もう一回だけ再結成。お前のために再結成して解散しなきゃいけない。しませんか。しませんでしょ、その。しませんね。はい。しませんか。いや、しないでしょ。しないですね。やだよ、そんなもう。さ、再結成とか。でも解散してんだもん。そっか。終わり、この話は。はい。ということで、ジャンバ見てたらね、気にしないで。全然そういうつもりじゃないから。ということで、今後の人生も頑張ってください。芸人続けるのとかどうかも聞いてないわけでしょ。なんかそれは振り絞って聞いた気がする。なんかやっぱ一回そこは絶対。はいはいはい。はい。の後、うん、この時間があったから、なんか喋んなきゃいけないと思って、振り絞ったのがそれ。続けるの、まあ、やめんの。答えは覚えてない。どっちも同じような顔してるからさ。どっちが続けるかは覚えてないけど。どっちが続ける感じのね。どっちか一人は続けてた。なるほどね。うん。ただそれ以上もう振り絞ったため、それ以上話を広げられなかった。すまん。ジャンバ。続けるならそっちはね。まあまあまあ。応援してあげてください。よかったよ。それで人生がありますから。はい、ありがとうございました。いってらっしゃい。ました。